昭和51年8月若きエースジャンボ鶴田は自身初のシングルベルト UN ヘビー級王座を手中に収めた。しかしその鶴田の前にヨーロッパ最強の男が立ちはだかった。人間風車ビル・ロビンソン、必殺技ダブルアームスープレックスを引っ提げ国際新日本と渡り歩いた天才レスラー。昭和51年7月馬場との対戦を希望して全日本プロレスに参戦。この時このロビンソンといち早くシングルで対戦したのが他ならぬ鶴田であった。やがてロビンソンは鶴田が UN 王座を腰に巻くとこのタイトルへと照準を定めた。そして二人の戦いは数々の名勝負を生み出していった。いよいよこれよりユナイテッドナショナル選手権試合が行われます。今やもジャンボ鶴田選手のテーマミュージックとなりましたチャイニーズカンフーに乗りまして今リングに登場。そしてチャレンジャー3番目の刺客でありますビル・ロビンソン登場してまいりました。館内はもう割れんばかりの拍手でございます。試合に先立ちましてこの放送のスポンサー大塚グループ横浜ゴム日鉄サッシ日華ウイスキー遺跡農機木桜酒造より花束の贈呈でございます。我がチャンピオンジャンボ鶴田に大きな花束が、そしてチャレンジャーのビル・ロビンソンにも花束が贈られました。これよりタイトルマッチ宣言、そしてチャンピオンベルトの返還が行われます。石川報道所属局長より選手権試合宣言でございます。タイトルマッチ宣言が秋田放送の石川義明報道局長によって読み上げられます。タイトルマッチ宣言が今館内の皆様に紹介されました。この UN 選手権は NWA 傘下のメキシコ、日本、アメリカで取り決められました歴史のあるタイトルでございまして、今年になりましてがぜんアメリカ本土で注目されました大変重みのあるチャンピオンベルトでございます。挑戦者ビル・ロビンソン険しい表情、果たしてジャンボ鶴田3回目の防衛なるかどうか。ビル・ロビンソンとは2回目の顔合わせであります。試合の方は60分の3本勝負で行われます。さあ両選手の紹介をお聞きいただきましょう。NWA 本部指名のチャレンジャーであります。アメリカ本土の期待がかかっておりますビル・ロビンソン。ビル・ロビンソン やる気満々、3回目の防衛戦、果たして2冠を守ることができるか。 UN 選手権者、インターナショナルタッグ選手権者ジャンボ鶴田であります。さあ山田さん、いよいよ始まりますね。そうですね、まあ、この2人もう今更言うまでもなく過去に2度の引き分けという大変な大接戦をやってるだけにですね、はい、今日が本当の意味での正念場でしょうね。一度は10番勝負の相手、もう一つは昨年の11月、初防衛戦の相手でしたね。そうですね、その引き分けといっても内容的にものすごいですからね、はい、さあ1本目のゴングが鳴り響きました。紫色のトランクスをつけました挑戦者のビル・ロビンソンでございます。シンクのトランクス、エナメルの真っ赤なリングシューズ、若きチャンピオンジャンボ鶴田。さて今回の UN 選手権試合は NWA の強い要請によって実現したものでございまして、挑戦者のビル・ロビンソンを指名したのはもちろん NWA 本部、しかも今夜のこの対決と3月の11日日大講堂と勝負に関わらず2試合開催するように命令されております。さらにまたジャンボ鶴田選手が両方の試合で防衛に成功した場合には次の防衛戦アメリカ本土で対戦することと、さらにまた挑戦者はハリー・レイス、ジャック・ブリスコ、ボブ・バックランドのいずれかと対戦せよというような要請も来ております。山田さん、こういった要請覚書が来てるんですけれども、何かこの NWA 本部の裏には何かありそうですね。ズバリ申し上げましてね、
なんとしてもこの UN タイトルをアメリカ本土に取り返したいと、はい、もうその一言に尽きるでしょうね。なるほど。そのためにとにかく NWA というものがもう強硬な手段に出てきたと、もうこれは最終手段ですよね。そうですね。しかも鶴田君の一番今目下のところ苦手としているようなそのロビンソンを刺客として向けてきたと、はい、二度やれということはもうよくよくのことでしょうね。そうですね、さあ足を取りましたビル・ロビンソンであります。なお放送席には試合を終わったばかりのジャイアント馬場選手にも座っていただきました。さあ馬場さん、はい、この強者ビル・ロビンソンに打ち勝った日本選手のただ一人、それはジャイアント馬場さんなんですけれども、あの時は PWF の選手権をかけて争ったわけですが見事に防衛いたしました。今夜の、弟子のジャンボ鶴田が、胸を貸すわけですけれども、はい、どういうようなアドバイスをなさいましたですか。そうですね、もうアドバイスってもう今まで何回もやってますんでね、ただもうただロビンソンがね、この2回のタイトルマッチをね NWA がやるということはね、本当にロビンソンもその2度やって引き分けたということでね、ロビンソンの強い要請があるんですね。ですからもうこの2試合ということはね、なんとか勝負をつけなさいという意味が非常に含まれてるんですね。あ、なるほど、そうです。さあ両者の動きがかなり活発になってまいりました。巻き投げ一戦アームホイップ見事に取りました。左の太い腕ジャンボ鶴田先制攻撃であります。山田さん、チャレンジャーのビル・ロビンソンの動き見ておりますと、ミネアポリスで随分走り込んだということを聞いておりますが、なかなかいい動きのようですね。そうですね、特に腹部のあたりをですね、はい、注意してみると分かるんですが、キッと締まってますね。なるほど。やはりこれはこういう動きのあるタイプの選手というのは、はい、やはりある程度ですね絞り込まないとその本来の動きが出てきませんので、なるほど、今回はもうこの必勝の信念に燃えて、わざわざミネアポリスに帰って試合を休んでトレーニングをやってきたということらしいですね、はい、なるほど。左の腕を取って離しません。ジャンボ鶴田であります。身長ウェイトをご紹介いたしましょう。ジャンボ鶴田197センチ115キロ、ビル・ロビンソンは192センチ118キロでありますが、5、6キロはウェイトを落として日本にやってまいりました。ベストコンディションであります挑戦者ビル・ロビンソンです。腕を取って離しません。あっと、人間風車の体勢か、人間風車の体勢か。バックステップいたしましてワイヤーロープに逃げましたジャンボ鶴田。しかしものすごい今パンチを見舞いましたね。これには平手打ちで返しましたジャンボ鶴田。やる気満々、最初に手を出したのはビル・ロビンソンです。過去まあ2回対戦しているわけですけれども、ああいうふうに威嚇攻撃をするのはビル・ロビンソン得意の戦法ですよね。そうですね、やはり一種の挑発と見るべきでしょうね、はい、この辺駆け引きが非常にね心理的にあると思うんですよね、はい、馬場さん、はい、馬場さんと戦った時には見事にジャンピング、ネックブリーカードロップでこのビル・ロビンソンを仕留めたわけですけれども、はい、その後のビル・ロビンソンを見ますと、ロビンソンのウィークポイントというのはどこにあるんですか。そうですね、やっぱもう見当たりませんね。だけどもね、この本当に何ていうか、あっとショルダーネックブリーカードロップ、技を決められました。危ない。最初のカバーはビル・ロビンソン、首投げ、動きが非常に速くなりました。ものすごくスピードがあります。ネックブリーカー、ネックブリーカーに行きました。そしておっと、そのままエビに固めますか。回転地獄エビ固めの体勢、もう一回返した。ロープに足がつきます、ロープに足がつきます。危なかったですね山田さん。危ないですね、もうロープでね本当にほっとしたという感じですね。そうですね、とにかくねジャンボもねスピードがありますからね、このロビンソンのスピードをねうまく利用することですね。なるほど。それ以外にもう欠点を探しようがないですよね、はい、ここが弱いというところは別にありませんからね。そうですね、そのスピードという点は山田さん、ビル・ロビンソンは非常に強調しておりまして、今回はまあ鶴田を上回るようなスピードが要求されるであろうと、こういうふうに語ってますね。そうですね、それはもう十分意識してますね、はい、しかし怖いのはね、鶴田君がやはりスピードがあるだけに、そのスピードを逆用された場合怖いですね。なるほど、今も2点3点くるくるっと技を返されましたけれども、ああいう場面もしリングの中央であれば非常に危険になってきます ね。 そうですね、お互いにねそのスピードありますからね、はい、そのお互いに利用し合った方が勝ちですよね。なるほど。さあ得意の元祖人間風車ダブルアームスープレックスの体勢になりましたが、うまくディフェンスで逃れました。ジャンボ鶴田であります。両者がね同じような技を使うだけにね、はい、その時のスープレックスやるならやる時のね、はい、好きというものはね分かりますからね。そうですね、だからこういう点ではね僕は勝負はつかないと思いますね。はは、
今画面の方ではスーパーイーポーズで3月の20日グリーンズボロで行われますジャイアント馬場対バロンフォンラシクの、タイトルマッチのご案内をしておりました。さあトップロープから場外に落ちました。そのビル・ロビンソンであります。バックハンドのエルボーバットですね、聞きましたね、すごく効いてますね、はい、場外に肩から落ちております。ビル・ロビンソンちょっとヨタヨタっとしてますね、グラッと来てますね。まだ1本目の勝負でございます。さあどういう風な戦法でいきますか。アメリカ本土の大きな期待がかかっています。ロープに飛ばす、ロープに飛ばす、ドロップキック、ドロップキック、フライングドロップキック、ものすごい勢いで顔面を捉えました。顔面にヒット、フライングドロップキック当たりました。ジャンボ鶴田、さあチャンスだ、さあチャンスだ。ちょっと動きが鈍くなりましたビル・ロビンソン。さあ先手必勝と言われておりますタイトルマッチ、ものすごいスマッシュ、エルボースマッシュ、ジャンボも返したエルボースマッシュの応酬。さあサイドのヘッドロックに取られました。大きくロープに飛ばす、さあものすごい体当たり、鈍いグワーというような音がしました。すごい激しいショルダーアタックです。両者ダブルナックダウン、両者ダブルナックダウン。さあどっちが先に起き上がるか、半身の体勢挑戦者ビル・ロビンソン、しかしかなり腰を痛めています。両方の肩口が当たりました。カウントが続く、上樋口のカウントが続く、リングの中央で足を取った、ジャンボ鶴田が先に起き上がりまして、今度は逆襟の体勢、ボストンクラブ、ボストンクラブ、さあステップオーバーすれば決まるがどうだ、まだ決まりません、まだ不完全、まだ不完全、あっと中入りました、右の足が入りました。完全な逆襟の体勢ボストンクラブ、馬場さんどうですかこの体勢。まだロビンソンの表情には、はい、そうはですね、弱ったところないですね。ものすごい強力な山田さんバネを持ってますからね。そうですね、今だいぶ体が浮いてきましたからね。そうですね、もっと鶴田君頑張らないとダメですね、はい、ほぼ今20秒ぐらい押しを落としています。さあおっと腕立ての体勢になりましたビル・ロビンソン、腕立ての体勢になりました。これをまた抑え込む、もう少しお尻を落としたいジャンボ鶴田。さあどうだ、さあどうだ、逆襟の体勢決まるかどうか、1本目の勝負、さあどうだ、あった渾身の力を振り絞ってジャンボ鶴田、さあ1本目先取できるかどうか、3回目の防衛戦時間を守ることができるか、我がチャンピオンジャンボ鶴田であります。ビル・ロビンソン一旦腕立ての体勢でこれを跳ね返そうというような体勢に持っていきましたが、またしても深みにはまろうとしております。だんだんジャンボ鶴田のお尻が落っこちてまいりました。あっとあっと強力な腰のバネ、腰のバネで返した、そのままのピーポールになるかどうか、もう1回です、もう1回、またしてもステップオーバー、崩れました、ステップオーバーして逆エビの体勢に捉えれます。さあどうでしょうか、さあすごい脚力だ、ものすごい脚力、おっと頭をねじってますね。そうですね、頭をねじりました。あっとものすごいツイスト、ものすごいツイストを見せましたビル・ロビンソンであります。そしてドロップキック、そしてドロップキック、ビル・ロビンソン一旦劣勢に立ちましたけれども、また1回ありました、思い切ってロープの反動を利用しての今のエルボーバットですね、ジャンピングエルボーバットですね。そうですね、喉元に炸裂、キャンバスに倒れ込んだジャンボ鶴田。さあカウントをゆっくりと聞いておりますビル・ロビンソンです。そしてあネックブリーカードロップ、ネックブリーカードロップ、しかしロビンソンはすぐに立ち上がる。さあ連続大技攻撃が欲しいところ、おっとおっブルドッキングですね、ブルドッキングヘッドロック、ものすごい攻撃であります。さあブルドッキングヘッドロックでいきました、道場でかなりこれを練習しておりました。今度は反対側に、おっとブルドッキングヘッドロック、そのまま抑え込んだ、こうソースか、どうだ、決まった、日本選手はジャンボ鶴田1対0、幸先よくビル・ロビンソンをブルドッキングヘッドロックで仕留めました。道場でよく練習してましたよね、もう今度のロビンソン戦に備えて、この練習を随分やってましたね、本当にそうですね、このシリーズが終わりますとジャイアント馬場選手ジャンボ鶴田、3月の20日ノースカロライナ州のグリーンズボロに出向きまして、ジャイアント馬場選手はバロンフォンラシクと海外での PWF のタイトルマッチ、そしてジャンボ鶴田は天竜源一郎とタッグを組みまして試合に臨むことになっております。バロンフォンラシクとの一戦ですけれども、馬場さん、はい、自信のほどはいかがですか。そうですね、もう正式にはね、はい、1編しか対戦してませんのでね、オープン選手権の初戦でしたね、ですからなんていうかな、あんまり作戦が立たないんですよね。なるほどね、まあこれは NWA 本部の指名ということで、場所もまあ指名されたわけで、グリーンズボロというのは NWA 本部のお膝元での防衛戦であるわけですよね。そうですね、どうぞ一つ頑張っていただきたいと思います、はい、それから今年の海外遠征、初めての遠征で、天竜源一郎選手の様子を見てこられた馬場さんですけれども、はい、成長のほどはどうですか。まあね、
期間が短いのによくやってますんでね、はい、また今度行きましてそのタッグを組んでね、はい、やってみようと思ってます。あ、そうですか、はい。グリーンズボロではその天竜源一郎は今試合のジャンボ鶴田とタッグを組みましてザ・マフィアのナンバーワン、ナンバーツーと対戦することになっております。馬場さんと天竜は組まないんですか？それをね、マイアミでね、はい、ぜひやってくれということがありますんでね、まず1試合だけはだいたい予定入ってるんです。あ、そうですか、はい、山田さん、この馬場と天竜の組み合わせというのはぜひファンの方見たいでしょうね。そうですね、まあなんといってもね、天竜選手がね予想以上に早くね、はい、仕上がってるというか、そういう現地情報なので話し合いはね、やはりぜひファンの方は見たいでしょうね。そうですね、さあリング上です。 UN 選手権3回目の防衛戦を迎えましたジャンボ鶴田、挑戦者はビル・ロビンソンでございます。 NWA 本部が指名してまいりました第3の刺客ビル・ロビンソンです。1本目は山田さん、見事にブルドッキングヘッドロックで決まったわけですけれども、この2本目あたりから、非常に力を蓄えているビル・ロビンソン、まだまだ安心はしてられませんね。これはね、相手はね、ロビンソンですからね、はい、たとえ1本を先週したからといって、全く安心できないですね。本当ですね、うん、そうですね、何が出るか分かりませんからね。本当ですね、まあ、過去2回相手をしておりますジャンボ鶴田、一度は昨年の真夏、これは試練の10番勝負で65分の死闘を演じました。あの時もものすごい試合でした。そして初防衛戦の相手がこのビル・ロビンソンでございました。3回目の防衛戦を迎えております。さあこの攻撃は首のあたりを徹底して集中して攻めてますよね。うまく打ち勝ちました、力で打ち勝ちました。ジャンボ鶴田でやります。若きチャンピオン25歳ジャンボ鶴田。馬場さん、このビル・ロビンソンとの対戦の時には必ず控え室で馬場さんはジャンボ鶴田にあまりスープレックス合戦を意識するなというようなことを言ってますね。まあね、そういういいものがあるとね、それだけを警戒されますんでね、はい、と今度逆になんか小技を考えるんですがね、ですからそういうその小技をね警戒しなきゃならんと思うんですがね、はい、さあ今度は首投げ取りました。首をがっちり決めております。このじっくりヘッドロックでね、はい、攻めてるその鶴田君の作戦はいいと思いますよ。そうですね、二人くっついてね、まあせっかく選手してるんですからね、これはやはり慎重に攻めてもらいたいですね。そうですね、さあ大きくロープに飛ばしました。リングの中央で待っておりますビル・ロビンソン、ものすごい当たりであります。さあ両者の動きがかなり活発になってまいりました。フライングメイヤー首投げ、そしてヘッドシザースで返すロビンソン、さあ正面を向いた、もう一回フライングメイヤー、両者の激しい動きです。スピードという点で山田さん、今どっちが打ち勝ってますかね？やはり乗ってる鶴田君の方がちょっとスピードでリードしてるような感じですね。拾ってますよね、ちょっとジャンボがね。あ、それはありますね、うん、紫色のトランクス、挑戦者ビル・ロビンソンであります。1本目はブルドッキングヘッドロック、11分03秒鶴田が1本取っています。うまく返しました。このまんまね、ツーストレートで勝ってほしいよな。本当ですね、ファンもそれを期待していることでしょう。ただやっぱりさっき馬場選手の指摘もありましたけれども、ブルドッキングヘッドロックやはり初めて使う技ですから難しいですよね、はい、本当ですね、ただ後頭部をうまく打ちつけてね、瞬間的にうまいフォールを奪ったと、はい、まあある程度ラッキーの要素もありましたね。ですから山さん、はい、油断できないですね、まあ、道場で毎日訓練してきた技をこのタイトルマッチで出すんですから、その勇気は買えますね鶴田。これはもう大変な勇気ですね。本当ですね、まあ、おそらくエラーがあってもいい、トライアンドエラーという気持ちで頑張ったんでしょうね。そうでしょうね、さあ2本目はグランドでの展開になってまいりました。サイドのヘッドロック、がっちりと腕が食い込んでいますジャンボ鶴田であります。まあ、この体勢をね崩さないことですね、はい、あと後ろへ、落とされなきゃね、もうそれだけ気をつけてもうこれを離さなきゃいいんですよね。そうですね、さあ足を左右に振っております。挑戦者のビル・ロビンソンでございます。ヨーロッパ最強の男、スープレックスの元祖と言われておりますこのビル・ロビンソン、うまくヘッドシザースで返しました。両者スタンディングポジションを取りました。もう一回首投げ、またしてもグランドでの展開であります。1本目の勝負の時に前半
ダブルアームスープレックスの姿勢を見せました。このビル・ロビンソン、スープレックスの元祖といえばこのビル・ロビンソンであります。今さん、このスープレックスを初めて日本に持ち込んだのはこのビル・ロビンソンで、あれは確か昭和43年のことですね。そうですね、このダブルアームスープレックスというのはですね、はい、全く最初見た時びっくりするようなね、うん、その一種の華麗さもありますし、はい、威力も十分あるし、もうこの非常に科学的な技でびっくりしましたね。そうですね、ジャンボ鶴田選手のスープレックスはドリーファンクジュニアによって伝授されたものですけれども、ドリーファンクジュニアが初めてスープレックスの恐ろしさを味わわされたのは他ならぬこのビル・ロビンソンでした。大きくバックドロップ、強烈後頭部を打ちました。不意に大きな技を持っていきましたビル・ロビンソン。さあ立ち上がれるか、2本目の勝負、さあ立ち上がれるかジャンボ鶴田、さあどうだ、半身の体勢、さあどうだ、チャンスが訪れました。チャレンジャーのビル・ロビンソン、大きく対角線上をうまく飛んだ、うまく返しました。コーナーマットに背中を打ちつけます。しかし頭のあたりを抑えています、ジャンボ鶴田。さあ鶴田が行く、鶴田が行く、さあロープに放り投げる、ジャンピングニーパット、ジャンピングニーパットであります。顎の先端に当たりました。そのままカバーの体勢、ストレート勝ちか、どうか、ファントは2で跳ね返すビル・ロビンソン、なかなかストライト勝ちはできません。さあ今度はヘッドロック、もう一回ブルドッキングヘッドロックですか、うまく返しましたね、外されましたね、首が抜けました。自らジャンボ鶴田、技を仕掛けた方が腰を落としています。さあチャンスだ、相手は見てる、ドロップキック、ドロップキック、ロビンソンのドロップキック、ものすごい高さがありました。そして大きく持ち上げてワンハンドバックブリーカー、さあどうだ、ワンハンドバックブリーカー取られるか、危ない、カウントスリー、左のワンハンドバックブリーカー見事に決まりました。ビル・ロビンソン雪辱、スコアの方は1対1であります。やっぱり2つ取りませんね。いや本当ですね、その技をね。そうですね、やっぱりね、同じ技で勝負に出たってのはね、はい、ちょっと作戦的にはね、僕は失敗だったと思いますね。そうですね、完全に読まれて外されましたね。勝負の方はいよいよ3本目でございます。ユナイテッドナショナル選手権戦。さあそれでは皆様に放送予定をご案内いたします。来週の3月12日は UN 選手権の第2戦の模様、そして19日の土曜日はマスカラス特集として US ヘビー級マスカラス対デストロイヤーの一戦、そして3月の26日はアメリカノースカロライナ州グリーンズボロでの試合をお送りする予定になっております。さあがぜん調子を出してまいりましたビル・ロビンソンであります。ビル・ロビンソンの動きが良くなりましたね、山田さん。急も本当に短いようにね、また一段とピッチが上がってきましたね。本当ですね、やはり苦しい中で、はい、1対1に持ち込んだという精神的なね、ものが大きいと思います。本当ですね、今回が11回目の来日になります。ヨーロッパ最強の男、スープレックスの元祖ビル・ロビンソンであります。現在はアメリカのミネソタ州ミネアポリス郊外のミネトンカ河畔の静かな森の中に今日構えておりますこのビル・ロビンソン。その家の一部のガレージをトレーニングジムに改装いたしまして体をいじめ抜いておりますビル・ロビンソンです。思い切って突進してまいりました、挑戦者ビル・ロビンソンです。腰のあたりを左の自分の腕でさすっておりますジャンボ鶴田。さあさあ、サイドスープレックス、早い、1、2、サイドスープレックス、ものすごい勢いで見せました。さあジャンボ鶴田が返す、あのスピード早いですね。本来なら山田さん、ワン・ツー・スリーというようなリズムがあるんですけれども、そうですね、ワン・ツーで投げましたね、もう鶴田君のよりは1秒早いですね。はい、サイドスープレックス見事に功を奏しましたビル・ロビンソン。ジャンボ鶴田の表情、馬場さんどうですか。まあ、そうですね、これもうずっと攻撃に移らなきゃダメですね。本当ですね、ロビンソンにそのなんか回復 してきましたね。そうですね、はい、完全に先手を奪われてますね、はい、バックを取られます。わー、もう一回ワンハンドバックブリーカー、2本目取られた技です。さあ、あっと右の足を突き出しました。絶好調ビル・ロビンソン、3回目の防衛戦、 NWA 本部指名のチャレンジャーであります。山田さんね、記者会見で3回目のチャレンジャーがビル・ロビンソンになったというような発表があったときに、このジャンボ鶴田顔色がちょっと曇りましたよ ね。 そうですね、やはり苦手にしてるんですね。やはり苦手意識あるんでしょうね。苦手意識ありますね、さあボストンクラブの体勢、ステップオーバーしたボストンクラブ、さあボストンクラブ
さっきはこれで散々いじめ抜かれました。チャレンジャーのビル・ロビンソン、大きなお尻も腰のあたりを通り越して背骨のあたりまで密着しました。おっとにじり寄ってロープに逃げる、ロープブレイク。ジャンボ鶴田、さすがに英国紳士、ラフプレーには行きません。思い切って今度は首のあたり、ものすごいチョップだ。チョップを見舞いました。ビル・ロビンソン、あっと鶴田カウント2で返す。鶴田カウント2で返しました。ものすごいタイトルマッチであります。勝負は3本目。さあ果たして防衛なるかどうか、それともアメリカのファンが期待しておりますと通り奪還してアメリカ本土にベルトを持って帰ることができるか。ジャンピングニーパット、タイミングを外しました。よく見ておりましたビル・ロビンソン、よく見ておりました。さあ危ないぞ、さあ後ろを向いた、正面を向いた、チョップチョップ、ジャンボ鶴田のチョップ攻撃、ものすごい勢い。行かなきゃダメですね、はい、行かなきゃダメですね、もうさあチャンスが訪れました。ダブルアームスープレックス、人間風車決まった。ダブルアームスープレックス、いい角度で決まりました。しかしロープ際、ロープ際、もう少しポジションを考えてほしかったジャンボ鶴田。今のダブルアームいかがです。あーサイドスープレックス、大技。まだロープのね、ロープの近くだからダメですね、はい、もう少しポジションを考えなくてはいけませんね。いかにもロープ際、ロープ際でした。サイドスープレックス、今度はおっとバックドロップ、いやジャーマンですね、ジャーマンスープレックスであります。3種類のスープレックス連続して出しました。いやいや今ロビンソンにロープを蹴られましたよ、はい、ロープを蹴りましたね、さああまりダメージはないか。ジャーマンスープレックスホールドまではいきません。ドロップキック自滅、ドロップキックは自滅。ジャンボ鶴田ちょっと焦ってますね、はい、さあアサリの色、おっとショルダーアタック、ショルダーアタック、ビル・ロビンソン大きくバックを取った、バックを取った、ローリングクラッチホールド、返された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 、あーっと鶴田破れた、鶴田破れました。鶴田雄英のタイトルを失いました。秋田市大使館、外は猛吹雪です。ビル・ロビンソン勝ちました。3回目の防衛失敗。 UL 選手権ニューチャンピオンビル・ロビンソン、残念無念といった表情ですね。バオさん、そうですね、本当によく冷静に考えてましたねビル・ロビンソンは。あのスープレックスを3種類連続して出した時にはもうギブアップかという感じもいたしましたがね。いやあの3種類目にね、3回目にロビンソンの足がねロープにロープを蹴りましたよ、はい、ですからあの時のダメージは、ジャンボの方が強かったんじゃないかと思いますがね。あそう、あの引かなくてたからね、ジャンボが頑張って飛び蹴り行った、それもまたすかされた。そこでもうなんていうかな、ちょっとジャンボがもうがっくりきたんですね。なるほど。さあニューチャンピオンのビル・ロビンソンに大きなトロフィーが贈られます。その前にジャンボ鶴田が守っておりましたチャンピオンベルトがビル・ロビンソンに贈られましたが、悔しい表情を見せますジャンボ鶴田。新王者はビル・ロビンソンであります。やはりまあ山田さん、アメリカ大陸の期待をですね担って今回は来日しただけに本当にやる気満々を見せておりましたし、本人も嬉しいでしょうね。そうですね、まあ鶴田君最後にですね、はい、せっかくローリングクラッチを狙って成功したかと思ったんですが、巧みにかわされてしまいましたね。まあ2点3点して結局はローリングクラッチフォールドの返し技ですね、これが3本目決め手になってしまいまして、チャンピオンベルトを失いましたジャンボ鶴田であります。ジャンボもここは握手して降りなきゃダメですね、はい、あそうですね、まだ日大行動ありますからね。はいそうですね、ここで喧嘩しちゃいけないです、勝負の遺憾にかかわらず2回試合をすることになっておりますが、チャンピオンベルトを失いました。こうなりますと山田さん、3月の11日の日大行動での試合はジャンボにとっては本当に剣が峰、大事な試合ですね。そういうことになります ね、そうですね、これはね本当に大変です、もう日大でですね何が何でも勝ってもらえると困りますよね、はい、一瞬にして守る側から今度は追いかける側に変わったわけですからね、さあ黄金のチャンピオンベルトを巻きましたビル・ロビンソン、とうとう奪われてしまいましたジャンボ鶴田であります。悔し涙を浮かべるジャンボ鶴田。まあね、ジャンボのこの悔しさがね、はい、11日に実ってくれればいいですよね。本当ですね、
まあ負けたんだからしょうがないですよ、11日は今度はチャレンジする立場になったジャンボ鶴田ですけれども、何をアドバイスしますか。そうですね、もう11日にですね、はい、何が何でも勝たなきゃならんということは勝たなきゃならんのですけれどもね、もう勝てなかったらですね、またアメリカでも行ってですね、追いかけて行ってでも失敗ということですが、どうですか今の気持ちは。今増永アナウンサーが敗れましたジャンボ鶴田にインタビューしております。これになりませんね、非常にですね、ジャンボ選手悩んでるようですけど、どうですか3回目の防衛戦ですが、今度は3月11日西大講堂であるわけです。2回ロビンソンと戦うことなんですが、今度は必ずベルトを手にしてくれますね。そうですね、必ずやります、必ずベルトを手にするというジャンボ鶴田選手でした。